身を一つに。はい、伊佐さん来ました。紙入ります。これからやる神事は天皇家の最高の男の争い事の元妻納めで、神武天皇の場所でありますが、実は神武天皇を通してその母親の大御子たちのそこの元まで返さなきゃいけないので、それ皆さんの思い腹一つなので、一切の問われがなく、僕ら男たちは詫びることしかできないので、皆さんの力で元妻に納めて丸をもらってください。仕切りはすべて伊佐さんにお任せいたします。ちょっと男を合わせましょう。源氏も平家も共に心を合わせて一個にせんといかん。北朝南朝も全部一つに合わせて。手を重ねてって、重ねてって、パン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 、折り芝居した。はいはい、よろしくお願いします。よし、警戒者は後でもいいよ。警戒者は後でもいいよ。この中でやって。男先に出ましょう。恵子さん、近藤恵子さん、朝陣からもらった刀を見せて、大事なサインなんで。
ご報告お願いします。皆さんありがとうございます。まずこちらの最初のところになったときにちょっと鳥がわわしてるのがちょっと気になったので、ちょっとまだ昭和が取れてないのかなという感じがしましたが、お挨拶したら風で挨拶していただきました。次のところでも同じような感じでした。で、三つ目があそこ行ったら、鳥が泣き止んで沈んだので、やっとみんなの昭和が取れたっていうふうに感じました。で、すんなりここではもうすぐアイルがパンって来たんで、ありがとうございます。じゃあ、順番に。なぜか気になったんですけれども、鳥の話をしてるんですが、ちょっと見て、自分の方がいただくと思わせて、で、近藤恵子さん、白い水の奥に、奥は見えないんですけど、真っ白ですね。ここは前は刀を見せ始めてからは、分かりましたっていう、まだお預け、見せた状態で終わりかな。見せた状態です。あ、知ってた、今は見せた。はい、はるこさん、はじめ、つなり、終わり、そしてはじめましのゼロっていう単語、こちら。はい、ゆうこさん、こちらの時はやっぱり私も鳥のさえずりでまだっていう感じだったんですけど、こちらに来た時はこう落ち着いて、こう静かに、こう静止してるっていうか、見てるっていう、そういう感じでした。青木さん、どんどんその鳥の鳴き声がやむんで、自分の祈りもなんか深くなっていくような気がしました。後藤さん、後藤さん、静寂と白いベールとミストと手が曖昧というか、赤木さん、本当に真っ白いものに包まれても、腹の探り合いはもうやめましょうと、よろしくお願いします。金丸さん、今日お伝えしたお水と火が回り始めました。ここに来たとか待っておったぞって言われて、ここ最後終わったとまだ足りない気がしました。男、はい、向こう、まあ確かに誰かがうるさいなってなって思ったんですが、それではあまり感じなかったんですけど、本殿ではみんなで祈った時に、ずらっと武士の清掃の人がバーッと並んで握手をしていたシーンが見えました。真っ白な気持ちでお詫びしてたんで、そのエネルギーとか何も感じず、ただただ祈るように。はい、私も今日はひたすら素直でやりますとお伝えしておりました。今日は皆さんに合わせたっていうのと、終わりの祈りだと思います。私は手を下で合わせたときに、なんか目をつぶってたら、なんか赤いなんかこんなのがわーっと見えて、そして今度こっち側に行ったときに、こっち側でなんか黒く見えたんですよ、ね。なんか色がなんかあるのかなとかいう感覚がありました。赤は神の色なんで、黒は一番下の、暗黒の世界の思い、暗感とした思い、表に出せない思い、いろいろそういう意味ですね。僕は、まあ、こちらはみんなそうだったんだけど、ここに来た時に、まあ、すぐ男たちはさっと僕が正座したのでしたんですけど、正座をした途端にぐわっと来ましたね。やっぱり問われるというよりは、本当に一番奥底のこのどれだけ自分を下げれるかというところの思いに対して、で
自分の中でこう十分やりきった伝えきったっていうところはまだちょっと足りない感じがあって、あの気持ちとして脳ではないんだけどよろしいというところの行くだけのなんか思いのやり取りがまだできてない感じがするんですよ。それは男たちの心の詫び分が足らんと思うんですよ。あなたが見たビジョンもいいとこ見てるけど自分の分を差し出さなきゃいけないでしょ。そこのやり取りがなきゃいけない、自分の分ってのを男が出さないと女の人はできないじゃないですか。男は両家北朝も南朝側も含めて頭を下げに来てるってことをきちっと示さないからので、そこはちょっと足らん気がします。もう一個のところ次行くとこどこですか。宮崎神宮。そこは神武天皇だよね、マステルね。だよね。そこで最後の許可でよろしいかな。うん、ここで今何かこれ以上するってことはちょっと思いつかないんで。そこの宮崎神宮に行くまでにちょっと心を整えて、男が本当に正直に自分の腹を出して、よろしくお願いしますという一つを出さんと、OK は出づらいと思うので。自分の気持ちは伝わってるんだけど、誠意を示せっていうところがあるんですよ。そこが出てこないと、女性たちもイエスが言えないんでね。ここはこれで終わりましょう。ありがとうございます。警戒車あった。この外にお社ありました。外にお社ありました。真っ白ですか。白が。そっちに行くと、ここから向こうに後ろから風がバーってきたので合図かと思いました。やり取りした人いる？旗藤と僕は直接お話したけど、旗藤が入った後のことなんですよ。この天皇家のことって高いか2000年ちょっとかもっと古いんで、この方々はね。だから私たちには関係はないことだけども、あなたたちのその思いはよく分かったので、全ての旗藤の連絡網で全てにお伝えしておきますって言ったので、もう宮崎神宮の方には行ってると思うんで、あとは僕ら男たちの所作次第でしょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。もうここは分かっておる、もう良いって言われて、お寺からは土下座してお詫びしろって正座、うん、を指摘してやってますよ。はい、大丈夫です。ああ、これは多分木の神だな。この木を守る神なんで、まあ、自然神の神様です。別に手を出せるかしら。はい、いいです。見るかい。おお、お乳の神様、お乳の神様、おっぱいの乳をあげる
これは女性たちをやった方がいいですから、僕らも応援しますのでやってください。そちらからです。ちょっと待った、ストップ。スサノオだわ、ここ。ってことは、あれだな、病気払いだわ、きっと。スサノオ。スサノオ。お乳の多分違うんだろうな。そっちの裏側に書いてあったけど。まあ、ここはこうだから。男だし、セミ、カブトムシ、あ、そうか、頭だけ。今素直に言われたのは、南朝北朝の元さえ納めをしたいのでってご報告したら、それは都合が良いんではないですかと。それに見合うだけのものをしなければ話がおかしいでしょってことを言われて、見合うものとは何ですかってことを問いたときに、一人一人の心の鏡を本当にきれいな状態にして、それを差し出さなければおかしいでしょと。それぞれの思いを持っている中でやるのはおかしいと。まず自分の気持ちをさらにして鏡にしようと。それを合わせて出さないと意味がわからんという。当然だよね。自分の中の思いを持ってちゃいけないよね。自分をさらにしないと合わせられないから、それを言われてるんですよ。自分の思いなくしてください。人としての思いをゼロにして、ただ神に委ねる、うん、自分の勘もなし、自分ってものがなしにしなければ、自分というものが戦ってきたんだから、ゼロにして。これをどうしても気にしてしまうんですか？医療の件をどうしても気にしてしまうんですか？うん、もうポンと置いていいじゃん。もうその祈り入ったら、まあ、あの本殿でやる一瞬はそれはあると思うけど、まあ、そこの一瞬は合わせる、それまで、それまでなんだ。祈りの瞬間で合わせるんじゃないですよ。今から合わせていかないと。今自分をゼロにできないと。他人目線もダメ、自分自身は真っさらな綺麗な鏡にしないと。自分が素直になりたいも、その思いもダメ、うん、先祖のためも何もダメ、ゼロ、ただ神、ここに神、神そのもの、それ委ねますということで、命を差し出すのと同じ、そこに来ないと力は貸せんって言ってるんで、ゼロにしてください。何も考えなくていいですか？はい、ただあの全てをお任せしますみたいな、もう全てをお任せします、その一心ですよね。この本当に純粋であれば映るので、神が昨日言ったご神教と同じですよ。これ自分の鏡きれいに映さないと。よろしいですか？よろしくお願いします。はい、移動しましょう。おはようございますよ。土下の形ってわかる？頭下げるでしょ、首差し出すでしょ、首落とされるんですよ。だから男って絶対してはいけないことなんですよ。これはそれをしろと言えば死ねということなので、その意味を分かってないと、その言葉で危ないので、心はみんな向けてやってるし、正座してちゃんとやってるので、そこだけ理解して、うん、今一生懸命頑張ってるから、はい、お願いします。はい、移動しましょう。